ただいまより全日本女子プロレスサマーナイトフェスティバルダブルメインイベント第1試合 3WA 世界タッグ選手権試合60分3本勝負を行います。青コーナー 3WA 世界タッグチャンピオンチームブラックペア140パンドマミークマロイ。ご覧のように今日は左手に黒いレースの手袋をしております。130パンド池下由美。貫禄十分落ち着き払っているチャンピオンチームであります。全 3WA 世界タッグチャンピオンチームクイーンエンジェルス140パンドルーシー加山。同じく145パンドトミー青山。絶対に負けられない一戦を迎えましたクイーンエンゼルスでありますが、ルーシー加山の左膝不安もいっぱいという感じであります。この試合は60分3本勝負、レフリーはポロ・プラドであります。橋本さん、ルーシーのね、なんといってもあの左膝がどうなのか、そうなんですよね、ファンの皆さんも一番心配だと思うんですけど、はい、橋本さんどうですか。やっぱりかなりちょっと悪いみたいなんですか、はい、本人は何と言ってますか。でもとにかくもうベルトを取り返すんだって言ってます、うん、あそう、はい、とにかく気力で挑戦しかないんでしょうね今日はね、はい、さあどうか。例によって握手には手を伸ばしておりませんブラックペアであります。先発はトミーとそれからマミコロになりました。あっといきなりいった、あっと攻撃であります。さあドロップキックであります。まず先制攻撃はクイーンエンゼルスであります。ルーシーが出ました。さあルーシーの左膝はどうか。とりあえずフライングクロスチョップであります。そして今度はぐっと前に落としました。まず先制攻撃を仕掛けますのはクイーンエンゼルスであります。当然早いタッチワークが必要になってまいります。満員の電源コロシアム 3WA のタッグの世界タイトルマッチであります。チャンピオンチームブラックペアに今日はクイーンエンゼルスどういった試合を挑みますか。お互いに速いタッチワーク、目まぐるしい動きを見せております。さあ今度は池下とそしてルーシーの対戦になっております。やはり相当に左膝は痛いようであります。しかしここまでのところクイーンエンゼルスの動きは抜群であります。さあ2人攻撃に行った、池下がやられました。上から一本ボールの体勢、カウントが入りました。佐藤さん、ここまでご覧になっていかがですか。え、うまいことあのクイーンの方はいい動きしてますよね。え、なんでなるべくあのタイムをつかないようにしてますんでね、はいはいはい。さあしかしおっと早くも強攻撃であります。ご覧ください、ホッパナを持ち出しました。いきなり強気攻撃であります。例によって宮尾さんやりますね。やりますね、はい、今日はとにかくクイーンエンゼルスルーシー加山の左膝負傷ということがあります。なんですかあの人体が伸びてる、あ、縮んでるのかな、縮んでるって言ってましたね、縮んでるんだね。ですからまあ普通の状態ではとても試合は不可能でありますが、はい、通してブラックペアに影取りと言っておりましたルーシー加山であります。早くも狂気を持ち出しました。まあ、あの相馬さんがですね、相馬先生はジャッキーの大ファンなんですが、ブラックペアはどういうふうにいつもご覧になってますか。もういつもハラハラしておりまして、はい、とってもあのいたずらが多すぎると申しますか、すごくあの意地悪いなって感じするんですそうですか。でもすごい根性です。そうですよね、はい、女の執念根性というのがね本当にむき出しになってますよね、はい。今日はあの相馬先生ね、はい、ルーシー加山がご覧のように左膝サポーターをはめてますけども、昨日まで別府の病院で治療してましてね、まだ十分ではないんですよ。あーもうすごく心配ですね、はい、大丈夫でしょうか。この件が一番心配な材料であります。さあ相も変わらぬブラックペアの反則攻撃、しかしどうもプロプラド、ルーシー加山にだけ注意がいっているようであります。この間徹底的にトミーは反則攻撃を受けております。
電源コロシアン、クイーンエンゼルスに対する声援が早くも悲鳴に変わっております。例によってブラックペアのペースになりました。さあ池下行った、トミーが後ろから反撃であります。バックを取りました。さあ今度はあっと危ない、左膝負傷のルーシーが捕まりました。コーナーに持っていかれました。これは最悪のケースですね佐藤さん。そうですね、はい、あと使い物なんなくなって危ないですね。左膝を蹴ってますね、はい、いやいやいや、昨日まで病院に入っておりましたルーシーであります。歌を歌っていてもなんだかあの左膝をほとんど使ってないような感じのルーシー加山であります。これは痛い。しかしブラックペアはもうほとんど、いやこれはね、これはダーティーですね。相馬先生、はい、まあ、あの女子プロというのはですね、はい、スピードと、はい、それからあとはですね、こういったあの女性の執念というんでしょうか、はい、本当に男性顔負けの根性をむき出しの試合が売り物なんですけども、はい、それにしましてもですね、これだけ女性が、はい、傷ついている一人の選手にですね、徹底的な攻撃をかけるとどうなんでしょうね。ちょっと男には考えられないんですけどもね。もう本当に驚きました、はい、もうあの治療の後が生々しいでございましょう、私も驚きまして、はい、もう大丈夫かなと思ってます、ね、見てください、今あのサポーターが取れてね、はい、包帯が外れてるんですけども、なんかあの膝のあたりも真っ黒アドバンテージですね、すごい、あーっとひどいひどい、これはひどい、いやーとうとうサポーターを取って包帯をほどいてしまいました。これをやってはいけません。うわー、あー試合続行果たして可能かどうか、完全にルーシーが強敵になりました。徹底的なウィークポイント攻撃であります。あーあーっとここまでやるとは思いませんでした。恐るべきブラックペア、これは驚きました。まあ、数多くのブラックペアの試合を見てまいりましたが、昨日まで別府の病院におりまして、あるいは今日は試合は不可能かと思われましたルーシーをここまで徹底して攻めつけるとは思いませんでした。大変な試合であります。さあ何とかルーシーは視力を振り絞ってトミーにタッチするしかありません。今度は膝蹴りであります。顔面を膝蹴り、そして今池下にタッチであります。まあ、あの相馬さん、はい、この池下は小さなですね、はい、偉大なチャンピオンと言われてますけども、この池下イブに関してはどういったあの印象がありますか。もう本当に素晴らしいスタミナですね、はい、私いつも敬服しております。そうですか、もう彼女はもう負けることがないみたいですね、はい、どんな辛いことでもやるみたいですね。そうなんですね。まあ、あの反則攻撃とかですね、ラフファイトについてはファンの皆さんもですね、相当にあの非難の声を浴びせているようでありますが、その持っているテクニックに対しては文句なしに敬意を表しております。さてようやくトミーが手場を作ってくれますか。カウントは2であります。しかしどうやらクイーンエンゼルスはこのトミー1人という感じになりました。ルーシーはやはり佐藤さん、はい、戦力にはなりそうにありませんね。ありませんね、はい、今のところね。さあこあっとここで出ていっちゃダメなんですけどもね、やはりあの戦う本能というんでしょうか。そうですね、どうしても出ていっちゃいますね、ルーシー出ていっちゃいけません。無駄無駄とブラックペアの餌食になってしまいます。どうですか、もう徹底的にやられております。ご覧ください、泣き叫んでおります。しかしここまで橋本さんね、あのウィークポイントの左下を攻めなきゃいけませんかね。こうしなくたって今日は佐藤さん勝てるんじゃないの。どうなんですか。そうですけどもね、やっぱりあーっと、どうですか、一番高いところからの今ヘッドバット見たんですか、痛いところに。そうですね、続き攻撃ですね。あーっと倒れ込みなんですね。はい、これは効きます。さあバックを取った、バックを取った、これはいった、これはいった、完全であります。何かあのネズミをもてあわせる猫みたいな感じでしてね、余裕十分であります。余裕シャクシャク、バックドロップ炸裂、まず順当な一本であります。
今日は宮尾さん、はい、どうもクイーンエンゼルス勝ち目はないんじゃないでしょうか。そうですね、これはもう、まあ、本当は完全な体調で ね試合をやってほしかったですね、はい、いや放送していてもですね、はい、なんと申し上げていいかちょっと今日は分かりません ね、 そうですね、ちょっとあのルーシーが意識朦朧としてとうとうどうなんですか、試合続行不可能じゃないですか、意識を失ってますね、完全に意識を失いました。いやーこれは大変なことになりました。ルーシーが完全に意識を失いました。今ルーシーにですね、ジミー一杯間が一票ですが後ろから行った、池下あっと1本目が終わりました。まだ2本目のゴングが鳴っておりません。しかしこの間にルーシーが意識を失っておりまして、今ジミー加山が来ました。どうやら控え室に運びようですね。ちょっと橋本さん、はい、行ってみてくださいよ、ね、はい、わかりました、はい、はい、ちょっと待ってください。おっと、富井青山一人でやる、これは無理です、これは無理です。加山さん、こういったケースで一人でやるっていうのは認められるんですか。ケースによってあるんですよね、はい、場合ね、はい、それで途中から復帰できれば、まだ帰ってくるってこともあるんですけどね、青山がですね、この試合を放棄するという意思表示がありませんでしたので、試合が続けられたんだと思います。いやしかしこれはね、本当に残酷な残酷なタイトルマッチになりましたね。ちょっとすごいですね、クイーンエンゼルスにとっては本当に残酷なタイトルマッチになりました。なんといっても相手はブラックペアであります。いやこれは大変だ。ご覧ください、ファンの人たちがもうね、トミー青山に悲壮な声援を送っておりますが、こうなりますとファンの声援だけではトミーもどうしようもありません。今日は筑波大学玉葉図の相馬隆先生も大変な女子プロファンでいらっしゃるわけですが、放送席に座っていただいております。相馬先生、大変なことになっちゃいましたね。驚きました、はい、本当に驚きました、ね、もうルーシーさんが出身でいらっしゃいますね、はい、しかしこうまでしてですね、やはり戦わなくちゃいけないんですかね、うん、驚きました、はい、あっと、いやトミーが必殺技を見せました。これはどうでしょうか、完全には決まりませんでしたが、池下ちょっとやりました、これはうまかった、これはうまかった、頑張れ、さあトミー頑張れ、トミー頑張れ、完全に熊の間には場外に転落系があります。さあ相手は池下、相手は池下、意外な展開になりました、意外な展開です。さあ池、いやこれはねチャンスですよ、一本返しチャンスであります。ジャイアンツイングに行っております、ジャイアンツイングに行った。熊野はどこ行ってますか、熊野は。まだ場内だと思います。上がらない前に佐藤さんやっつけなきゃいけませんね。本当そうですね。あっと、2人とも落っこっちゃった。椅子。熊野が行った。いや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 、チャンスだったのに、熊野真美選手が下から椅子攻撃であります。万事休すか、万事休すか、トミーのチャンスも万事休すか、あっと椅子攻撃。まともです。すごい音をお聞きください。また行った、いやこの椅子攻撃、相馬先生、はい、ブラックペアいつもやるんですけどもね、すごいですね、はい、手に汗握って観戦の筑波大学助教授の相馬隆先生であります。どうやらトミーの前線もここまでか。さあコーナーに持ってこられました、がっちりと後ろから、2人攻撃は許されません。池下がポロポロだのに向かっていっております。このままコートを向かっていきました。さあ今度は抱え上げたブレンバスターであります。さあコモンのボールをストレート勝ちだ、カウントが入った、ブラックペア貫禄のストレート勝ち、クイーンエンゼルス体当たり、まあ玉砕と申し上げておきましょう。不相な体当たりも哀れ玉砕であります。やはり佐藤さん、いくらクイーンエンゼルスでもトミー一人で戦ったんじゃどうしようもありませんね。そうですね、タッグというのはやはり一人では勝てないんですよね。タッグやというのはやはり1たす1が3にも4にも10にもなるもんですから、はい、まあ、一人一人の力はありましてもね、特にこの両チームは力が実力的に拮抗してますから、そうですね、まあ、1人かかるとこれは大きなハンデでした、
宮尾さん、はい、なんとも静止できないと言いますか、まともに見ちゃいられませんでしたね。そうですね。でもまあいい根性してますね。あらららら、大和なでしこと言うんですか。宮尾さんはなんとなく最近あれですか、ブラックペアのファンになったんですか。いやいや、両方ともね、やっぱり男だとやっぱりあそこまでいけないでしょう。そうでしょう ね、はい、しかしそれをまたねこらえる方も偉いし、ケースタユリコラは大変ですね。ケースタユリコラですね。しかしまあブラックペアの恐ろしさね、実力をいかんなく発揮した一戦と申し上げておきましょう。今上田晋司コミッショナーが、あー日本女子プロレスリングコミッションコミッショナー上田晋司、こうして、見事にですね、クイーンエンゼルスの挑戦を退けた一戦でございましたが、相馬先生、簡単に一つ今日の感想をお願いいたします。いかがでしたか。私はもう本当に驚いてしまいました。そうですか。もう先ほどのルーシーさんです ね出身、はい、それからトミーさんが小軍粉と、はい、もう私もけなげだってかわいそうな気がしてしょうがありませんでした。で何かあの本当に先生もね、クイーンエンゼルスがかわいそうということも涙ぐんでらっしゃいますけどもね。しかし、前線健闘体当たりして、敗れたんですからね。そうでございますね、もうしようがないですね。はい、はい、これからですね、デイリースポーツからの大きな勝利者賞が贈られます。鈴木事業部長から今ブラックペアにですね、大きな勝利者トロフィーが贈られたところであります。今日は満員